というわけで先週から引き続きのゲスト、スマートフォン向けゲームバンドリガールズバンドパーティーオリジナルバンドロゼリアより明坂さとみさん、遠藤ゆりかさんです。よろしくお願いします。さあじゃあ早速、本日の企画に参りましょう。はい、おさぴょお願いします。はい、チームワークチェック脳内セッション。2人はガルパでロゼリアという同じバンドに所属しています。バンドに必要なものは何か、それはチームワーク。2人のチームワークをチェックしちゃいたいと思います。はい、今からお題を出します。ゲストのお二人には同じ回答をしていただきます。全5問中3問同じ回答ができれば月節カフェよりスイーツのプレゼントです。嬉しい。クロストゥミクロストゥミスターマイクロストゥミクロストゥミスターマイ。今日はこの後どうなる。この後どうなる。この後ロゼリアに何がどうなっちゃうのかな。どうなっちゃうのかな。どうなっちゃうと思いますか。どうしよう、全然関係ないのずっと書いてた。あー、かわいい。かわいいだよ、すごい。かわいい。でも関係ないのは書かないでください。ダメです。答えを書いてください。じゃあどれだ。ちょっと待って、答えでしょ。仲良くなるとか。ロゼリアの中ではこれしかないと思ってる。お、いやこれは合うでしょう。うん、ロゼリアの中ではこれしかない。これしかないんですね。お、なんかかけた。さあ、かけました。出揃ったようです。では答えをオープン。じゃあ、クロスとミークロスとミースターマイクロスとミークロスとミースターマイアイワナテカちゃん。ここの部分がクロストゥミーじゃなくて、トゥナイ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 ウォーウォートゥナイ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 ウォーウォーアイワナテイカちゃん。で最初こうデモを聞いた目口から言われて、え、本当にそんな歌詞なのって言ったら、うん、適当に作った。明坂さんがライブ前に必ずやっていることは、これは明坂さんにしか分からないです。うわ、あります。私なんだろう、必ずやってること、必ずやること、これかな。はい、かけた、かけた。はい、はい、じゃあ答えをオープン。3。お、現実逃避。持ち込みキーボードで音の確認。あー、やってるやってる。現実逃避かい。そう、だいたい練習しなきゃいけないとか追い詰められてくると、うん、急にディズニーとかの画像を見出したりとかツイッター始めたりとか。いや、それはあるあるですよね。ね、かるわかる。そうだった。ちなみにゆりしーは本番前何するんですか。でも私もずっとベース触ってますね。だいたいロゼリア意外と真面目なの。みんなそうですよね。そう、ステージではふざけてるのに。そう、ドドハルもギター触ってるし。そうそう、もあのバチでずっとこうやってやってるし、そうそう、みんなちゃんと直前まで練習してる感じですね。ですね、ロゼリアの好きな食べ物は、お、食べ物、好きな食べ物。いや待って、結構いろんなとこ打ち上げしたからもう何が。そうなんですよね。その中でもあれは盛り上がったなとか、まあ、ロゼリアといえばこれだよなっていう食べ物。うん、ロゼリアといえばやっぱこれなんだけどな。はい、はい、では一斉にオープン。せーの、ドン。お肉、お肉。あ、これは、やった。これは、これは正解。イエーイ、素晴らしい。やったんで、やっぱりお肉ですね。やったね。ちなみに今2問正解してるんで、いけるかも。1問、あと1問。本当ね、誰だろう、こんな、だっ
ってロゼリアって割と、うん、ね、高みを目指すチームだから、そんなふざけたことも、ね、全然遊び場じゃないけど ね、 ねこれちょっとね、センスのあるあのワードですよね。そうです、センスが光り輝くせーの、ガンバロゼリア。イエーイ、今ではおなじみですね。お待たせしました。どうぞお召し上がりください。でもいいですか。いただきます。やったー、嬉しす、うん、いや、いつもね、あのライブの時はマカロンとかも差し入れしてくださいますよね。そうだ、そうなんですよ。そうだ、アゲマツさんからの差し入れが。いただきます。スイーツも似合いますね。うん、うん、うまい。うん、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 これ通じているらしい。もちもちしてて、うんうん、よかった、おめでとうございます。おいしいロゼリア、おいしいロゼリア。そろそろお別れのお時間でございます。楽しかった。じゃあ最後に一言ずつお願いします。もうね、あの月星カフェさんにお邪魔するのも初めてで、うん、そう、なかなかね、こうロゼリアの関連でね、こうやってあの皆さんの前にね、あの来ておしゃべりすることをあのなかなかなかったので、今日はねすごく楽しかったです。まあセカンドライブも、これが放送してる時には終わってることですしね、まだまだね、皆さんと一緒にロゼリア盛り上げていけるように頑張っていきますので、ぜひとも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。あのこれからもですね、まあ、ガルパーティーも控えていますし、私たちもまだまだ頑張っていきますので、引き続き応援よろしくお願いします。そしてクドハルがどうやらなんか別のコーナー持ってるらしいって話を聞いたので、レギュラーなの？そう、次は私たち常連なの？そう、もうさ、月節 TV の全部のコーナーを制覇していきたいよね。行きたい。ちょっと頂点目指していきたいと思いますよろしくお願いします。ありがとうございました。というわけで、月節カフェ2週にわたってロゼリアより明坂さとみさん、遠藤ゆりかさんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、皆さん、こんにちは。こんにちは。はい、白金リンク役明坂さとみです。はい、ロゼリアのベース今井理沙役遠藤ゆりかです。今ちょうど収録が終わりましてね。終わりました。月節 TV さん、うん、いや楽しかった、ね、もうなんか今までテレビで見てたんで、あ、そう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 、初めてお邪魔できた、うん、ね、よかったよかった、うん、そう、これでね、ロゼリアは全員網羅されたそうですよ。そうみたいです。そう、うんうんうん、また今度はなんか全員でね来れたりしたらいいですけどね。ただちょっと椅子が足りないかな席が足りないかな。あとトークがわちゃわちゃになりそうだね。みんな好きなことうわーって。確かに賑やかすぎて何言ってるかわかんないみたいな。そうそうそう、なりそうだけど、はい、ぜひグループで呼んでください。ぜひよろしくお願いします。というわけで、これからもロゼリア頑張ります。あ、頑張ロゼリア、頑張ロゼリアというわけで、皆さんも応援よろしくお願いします。